YouTube 開始されたよ。あ、キャスも始まちょっと先やっといて、ちょっと一瞬だけ見ると。はい。OK だよ。米指を開いてなかった。YouTube 開始されたよ。キャスもだい。ツイートがされたからリツイートするよ。始まったよ。今回重大告知はない。今日はない。始まったよ。安心してください。今日は重大ただの配信です。今日は重大告知がない。ない。今日もラジオだよ。坂田は。よーし。坂田は海外逃亡しました。エリツイートしなきゃ。ああ、なるほどね。お、あいつもしかしてあれやってたか。ん？何やってた？いや、これ以上はここらいいね。始まったよ。今日重大告知がないです。坂田海外逃亡しました。リツイート完璧、はい、よ。完璧できてないですよ。完璧の気持ち。完璧の私。完璧の気持ちってどういう気持ちなのかちょっと考えてみない？確かにな。完璧な気持ちってどんな気持ち？完璧な気持ちっていうのはその通りだ。そういう意味で。のごとく。うるせえよ、疲れてるよ、こっちはよ。 Here we go。 なんだ、あ、声が、なんだ、な、あ、声が、声変えてくんな。これ俺やな。ん、俺誰だ、ちょっと待って、ん、待って、一回ちょっとこれあれやろ、魔女裁判みたいにしよう。魔女裁判みたいな。分かった。一人ずつあって大きい声で言うこと。 OK、 じゃあウラタン、ウラタンから。うわあ、帰ってこなくなった。おお、帰ってこ、じゃあ次俺行くで。うん。おお、あ、帰ってこない。帰ってこないね。帰ってこない。じゃあ次俺行くわ。はい。うん。ウェイ！な、セン、なんだ今！え？セン、今センラが光ったぞ。もう一回行くぞ。もう一回行くぞ。シャッ！シャッ！あ、こいつこっち見るの？ミュートすんな。ミュートすんな。ミュートすんな。逃げんな、逃げんな。もう一回、もう一回、もう一回。わかった。シャトーブリアン！おミュートすんな、すんな。逃げたぞ、今。てめえ、やめろ。もう一回、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 もう一回。わかった、わかった。シャトーブリアン！あ、ほんとだ。来てくれた。あんって決めた。わかった、わかった。ん？なんだ？こうやる、ちょっと。ん？これでいけるわ、これで。やってみて。シャトーブリアン！ほら、おお、これね、俺ね、今日あれなんだよ、パソコンがちょっと潰れてるからさ、携帯参加なんやけど、うん、舐めてんじゃねえぞ。ちょずいってさ、俺いつもつけてるさ、なんか首から下げてるイヤホンあるやん。あ、あるな。あの、カッコつけてるやつ？あ、カッコつかんだろ、あれあんまカッコよくねえからな、ちなみに。あれでさ、やってんねんけど、マイクの横、マイクの穴がもうイヤホンの、音出るところのすぐ隣なのよ。あ、だから俺今、耳の穴のところをちょっと塞いでんねん。ちょっと状況がわからない。まったく、お前たちもしかして時差ボケか？時差ボケか？なうなう、ジャパンなう。いや、多分リスナーはこれ分かってないで、んってなってるもんだって。うん、時差ボケかも、もしかして。みんな時差ボケしてんのか？みんながしてんのか、センラがしてんのかやな。確かに。俺か。お前だった。さあさあ、ね。ということで、今日は、はい、あいつは、なんかね、さっきツイートされてるの見たけど、うん、5時間ぐらい前に。ハリウッドって。はいはい、俺見たよ。うん、見た？見た。ちょっと浦島坂田戦の配信始まってんのリツイートしてえな、あいつ。時差ってどれぐらいあるんやろ、アメリカとここって。10時間ぐらいかな。10時間ぐらいじゃないですか。じゃあ、何なん、うん、何時、今何時、向こうの朝ちゃん、朝。寝てんのかな、じゃあ。あるね、それは。ああ。寝てんのかな、夕方ぐらいやって、今。16時ぐらい。じゃあリツイートできるやん。起きてるやん。うん。反応しろ、あいつ。妹の Wi-Fi 使ってんちゃうんか、ほんまに。なんか言ってたよね、前日あたりに Wi-Fi ってどうしたらいいんだっ て。そう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 、言うとった。妹の Wi-Fi。妹の Wi-Fi。言ってたよね。うん。時間ってやってない。やばい。やばいな。なんか音量が小さいらしい。ね、なんだ、結構大きい。誰の？いや、YouTube なんだけど。あ、YouTube。ちっちゃくね、ずっと言われてる。キャス大丈夫そうですかね。結構大きい。大丈夫か。ありがとうよ。ありがとうよ。じゃあ上げてやるか。じゃあ今日は、うん、あれする？海外行った話トークする？みんなで。俺たちが行った海外に話するか。そう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 、海外行った経験を。1個しかないけど。俺たち。いやいや、俺たちやったらダメよ。もう今も一人ソロで OK よ、その。ああ、なるほど。俺たちやったら台湾だけになるから。はいはい。うん、ソロプレイ。ああ、全然いいんすよ。俺喋れるわ。俺は
アメリカ以外全部行ったな。いえ、すごっ。すごっ。マジ？結構海外マニアだからさ、マイルやばいんだよね、貯めまくってて。一番、マイル一番なんかこう、行きそうなアメリカなしで、他行ってるんや。うん。そう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 。すげえな。やっぱ英語喋れないから行かないんだよね。英語圏他にもあるやろ。大体英語圏アメリカ。アメリカ以外にもあるぞ。いや、ちょっと喋れないから行きたいんだよな。割かしどこでも通じるぞ、ヨーロッパとかでも。何語喋れんの、俺たんは。俺は日本語以外喋れない。よく言ったな、アメリカに。すげえ、それで。ボディーランゲージじゃん。ボディーランゲージ。金で雇った。金で雇った。あ、通訳。はあ。そう。やりますね。あの、明石家さんまさんが CM やってるやつ、使えばいいんじゃん。そうそうそう。あれ、全然使えへん。あ、なんかなんか言ったかのかな。お前、やばいぞ。お前、マジお前、すごいな。言っちゃったね、今。いや、なんか。俺、あれ、買おうかな思ったんやけど、ちょっと。俺も買おうかなと思った。ポケトークか。ポケトーク。使えないんだ、あれ。あんま掘り下げない方がいいから、まあ、話を、うん、掘り下げない方がいいと思う、ね、やめとくわ。ネガティブキャンペーンズだぞ、そういうの。確かに、ネガネガさんになっちゃうからね。ネガちゃん、ネガちゃんですから、ね、ネガラそう。ネガちゃん、ネガちゃんですよ、うん、どこ行ったことある。セナさん声がって言われてるけどさ、ちょっと一言言っていいかな。何ですか。だからセナさんは今パソコンが使えないの。携帯で参加してるのよ。それな、さっきから言われた。私が言ってるのよ。おお、ハウってんな。リーダーがリーダーしている。ハウってんな。ちょっとこっちであげるか。1分に1回言うからな、次から。1分に1回。怖い。そうだそうだ。セナ登りもあるとこ。で、どうした？行ったことある国だって。え、どこ今まで行ったことあるって。そう、国。リアルな話？リアル。リアルで行こうよ。分かった、イギリス。イギリス。マジかっけえよな、イギリスとか。イギリス俺も行ったことあるわ。全然喋れなかった。でもこの話結構したことあるんだよな。ひったくりやった？ひったくりやった？会ってない、会ってない、会ってない。どういう印象？人に会うんでしょ？どういうイメージ？お前大丈夫？お前どういうイメージだよ？海外に。怖いじゃん。怖いイメージしかないんだよ。ヨーロッパでもスリの多い国とでも。そうそうそう。やっぱみんなもね、こう用心してほしいから話してるね。うん、でも日本も取るやつ取るじゃん。まあでもさ、うん、こう、やべえことになりにくいじゃんね。うん、ああ、まっすぐにか。そう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 。セナさんは今携帯から参加してます。はい。セナさんは携帯から参加をすることに命をかけています。命です。で、俺はね、うん、韓国あるよ。あー、韓国。韓国か。うん、なるほど。なんで行ったの。すごいね。え、なんで行ったの。家族旅行。ええやん。本当は一人旅で。すごっ。ああ、やっぱりね。強いな、うん。家族で行きました。うん、いいね。すごかったよ、でも。面白かったよ。へぇ、うん。でもやっぱ海外、日本が好きやな、わしは。そうか、まあ、あるわ。日本で生まれたからな。うん。そうだ。マシはどこ行った？俺はね、フランス、イタリア、イギリスはまずヨーロッパ行ったこと。嘘ついてる。あ、本当だわ。あとグアム、本当か。アメリカ。また嘘だな、あとは。あ、嘘だ。フランス、イタリア、うん、ロンドンから行ってきたよ。そんな、すげえ。ヨーロッパ行ったことないわ。でもやっぱね、うん、夜の街歩くなって言われたね。やっぱそうなんだ。なんで？もう日本人なんていうのはもうカモられちゃうよみたいな。カモられるのもあるし、やっぱりそのひったくりみたいなのが多いのと、あとやっぱそのなんかゴロつけが多いみたいな。うん、ああ。街並みはすごい綺麗なんやけど、でも実際に俺たかられたわ、夜で。嘘。うん。どんな人に？なんかね、その帰るときに、鬼さん、鬼さんって。鬼さん、いや、日本語は喋らん。日本語は全然喋らんけど、そう、帰るときに、帰る日にめっちゃもう吹雪で、帰れんなって、飛行機飛ばんってなって、急遽その、うん、多分その飛行場に多分10時間ぐらいもう待ってて、ずっと、うん。いよいよこれあかんってなって、なんかその近くの、なんていうの、あれよく洋画とか映画であるさ、なんかあの、なんやろ、道路沿いにも玄関があるような、なんていうの、ホテルみたいなのあるやん、なんか。なんて言うの？で、そこに泊まって、わかんねえ、これ。あ、そう、モーテル、そう、イエス、モーテル、コメントはモーテルって泊まってん。で、そのモーテルの近くに、もう普通になんかこう、銀河鉄道39のやつやな。違う違う、それメーテル。それメーテルや。ああ、そっかそっかそっか。モーテル泊まって、その周りに、もう普通にあの囚人とかが収容されて、その、あの収容所みたいなのがあると。はい。だからそこのモーテルの周りは絶対歩くなって言われてたんやけど、俺たまたまその時20歳、21歳か、の時なんですけど、うん、そういう時、まぁちょっと、あの、タバコを吸ってまして、ちょっとだけ。はいはいはい。で、ちょっと喫煙所が外にあったんで、うん、あ、ちょっと外で吸おうと思って、
ちょっとだけだ、うん、ええかなと思って、ちょっとほんまちょっと 2分3分ぐらい外に出ただけで、うん、その黒人の男を 3,4 人ぐらいが歩いてきたこと、うん、で絡まれて、俺囲まれて、その喫煙所周りくるって、うん、いいね、でその囚人とかが出歩いてるから危な、囚人とかその囚人の仲間とかもすごいなんか周りうろうろしてるから、うん、やめとけって言われてたから事前情報で、いいね、あこれ死ぬ殺されたと思って、うん、んならあのスモークスモークって言われて、めっちゃ、うん、タバコくれみたいな、うん、どれも怖すぎだからもう、うん、持ってたタバコ全部投げて、うん、ポイって投げて、ヒーっつって、いいねいいね、うん、え今ヒーヒーって言ったの、ヒーって言ったよ、まあ、ヒーとは言ってないけど、うん、あオッケー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 っつって、うん、そのままタバコ全部投げて帰った、うん、部屋にガンって言って、うん、結局大丈夫だったんやけど、うん、もうそっからもうフル毎日よ、怖ーと思って、あそれでやめたのか、なるほど、だからもう怖いなと思った、だからあれなんや、その時、うん、あれやんな、その投げた速度がすごい速かったから、うん、それとなんかこう、うん、メジャーリーグなんかのスカウトやったって話に繋がってんねんな、前話してくれた、そう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 、なるほどね、ドジャーズで感じた、そうなんや、シゲノウシゲノウって言われたんやろ、そう、うん、そうじゃないだろ、おう怖いな、でもそれは。いや 怖, かった怖い経験やな。うん、で、メーテルの話に戻るけどさ。ヨーロッパの方なんてナイフとかで。で、メーテルの話に。あ、ごめん。銀河鉄道やった。喧嘩すんな。なんてなんかナイフとかで切られるらしいで、その荷物。うん、切られるん、うん、なんだだからそのリュックは背負うなって言われてるの、ずっと。あ、そうか。まあ、の 前カバンみたいなのあるやん。ボディ、なんていうの、あの。ウエストバッグみたいな。あ、そうそうそう。はいはい、うん、あれで、うん、もう、行けって言われてた。へえ、へえ、そうなんだ、うん、怖いでしょ、だからそのあのキャリーバッグももうあの、うん、ハードなタイプじゃないとやばいみたいな、へえ、そうなん、山登るようなやつとか、まあそうそう、大きなやつとか、へえ、まあみんな海外行くときは気をつけようなって話やな、これな、そういうことですね、あで、メーテルの話に戻る、戻ろう、戻らなくていいでしょ、もうそうか、うん、メーテルの話広がんないよ、そうですかね、そうですね、そうです、うん、さ、月曜日やっていきますか、うん、月曜日ちょっとダウンロードしようと思ったんだけど台本が LINE だからさ、ちょっと待ってね、うん、なるほど、今さっき書いてたからさ、ちょっとダウンロードできてなくて、いいよ、ごめん、ごめんよ、チャットに貼ってって言ってるけど誰も反応してくれなかったからさ、のにちょっと待って、うまい、ちょっと待って、ちょっと待って、これだー、大好きぬ、はい、天使の子、天使と悪魔のなんラブゲーム、男の子、はい、ダウンロードしました、先生すダウンロードしました、そういえばさ、やっていきますか、普通体育前にさ、はい、うん、一応始まりましたね、夏ツアーっていう、お、そうですね、そうですね、あまり多くは語れないんですけど、やっぱこの、はいはい、残り19公演あるんで、やっぱ楽しみにね、うん、してる方々もいらっしゃると思うので、ああだこうだ言わないですけど、一応八王子が無事終わりましたと。そうですね、おめでとうございます。いやー、楽しかったですね。楽しかったね、初日、うん、だけれども、フルスロットルでスタートした感じがあってね、やりきった感、すごい、そして、ホール、案外、お客さんとの距離、マジで近いっていうことに気づき、過去一近くない？そうね、最前列がすごく近い。ねまあ、最前もそうだけど10列目ぐらいとか普通に上から見てもなんかこいつらすげえ近くにいるなって思ったんじゃないかな、みんな、うん、確かに近かったな、うん、あれは、あとあの倒れる人とかがいたのかいなかったのか今回は今のところ発見できなかったんだけど、確かにそうですね、うん、席があるって素晴らしいなと思ったところですね、うん、素晴らしかったな、私もそれ思いました、ね、はいね、うん、まあ、ね、残り19公演ですね、静岡名古屋ありますから、はい、ぜひお楽しみにということで、はい、はい、うん、頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう、うん、はい、頑張ります、うん、はい、頑張りましょう、はい、先生頑張ります、フルソーできますか、さあ、じゃあ月曜日やっていきますか、はい、イエーイ、はい、じゃあフツオタ最初読む人、じゃあウルタンお願いします、任せてください、はい、私が読まさせていただきます、はい、うん、はい、浦田さん、島さん、海外へ逃亡中の坂田さん、千田さん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。シャカと申します。こんばんは。突然ですが、シャッフルオリコン2位おめでとうございます。いや、ありがとう。私はアニメイトでシャッフルを買ったのですが、もう最高でした。
ちょっとアニメートで買ったシャッフルと、トラナナで買うシャッフルとかってまた一つ一つ違うんやろな、味ちょっと違う。一緒やないかい、そんなもん一緒に決まってるやないかい。自分で作る、はい、でも、でも、仕入れ先は違うかもしれないから、全然違うかもしれないよ。いや、違うことはないです。はい。特に違う。クソだ。はい、私はアニメートでシャッフルを買ったんですけど、もう最高でした。本当に素晴らしいアルバムをありがとうございます。四角。ありがとうございます。さて、今年の夏ツアーはカジノをテーマにしていますが、皆さんに質問です。デレンデン、デレンデン。自分がもし勝負とかで何か一つかけるとしたら何をかけますか？人、物、お金などなど何でも大丈夫です。これからも応援しています。大好きです。このことですよ。一つかける。グリコのおまけ。家教員の魂とかかな。ジョジョ。これ写真。写真が。あ、いいじゃん。大事大事。なんかよく言うよな。写真確かになくなると結構めんどくさいしな。てかこれあれだよね、かけるものなんでもいいんだったら重いものかけないよね、この質問だと。もう絶対間違いない、間違いない。自分の命だからこんなでかけなくなって、どうでもいいもん出てくるよね、そりゃ。ほんまやわ、なんでもいいんでしょうねえ、うん、かけない、かけないと思って。なんでもいいんだったら、何やねこの質問。質問もうちょっと、もうちょっとだけ練って欲しかったね。中身欲しかったな、もうちょっとな。うん、多分こうなんていうか、自分の大切なものと引き換えに何かをかけるとしたら何しますかとか言ったら、命とかそういう感じになったんやろうけれども、何かけるとしたら、いや、かけたくねえしみたいな。かけんでやったらかけたくないもんね。確かにな、無料でやったら無料にしたいもん。そう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 、かけないでそのまま終わらせたいね、欲を言えばね。ということで、何もかけないということで、ということにまとまりましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は私が、ちなみに、あれですかね。なんだい？アルセウス。もし、いや、かけるものないな。うん、次行きましょう。結局ない。お願いします。はい、次、マーシーお願いします。はい、ます浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、ラジオをお聞きのクールの皆さん、こんばんは。永遠のつぶあん派のアンと申します。いつも皆さんの歌声や配信を聞き元気をもらっています。先日夏ツアーのグッズの詳細公開されましたが、どれもかっこよくて何を買おうかすごく迷っています。さて質問ですが、もし皆さんに今回の夏ツアーの期間である約3ヶ月休みが与えられたら、4人で何がしたいですか？4人で一つの回答を出してもらっても、一人一人回答を言ってもらっても大丈夫です。以前にも同じような質問があったらすみません、ぜひお答えいただければ幸いです。これからも皆さんのご活躍を、期待をしております。大好きです。ということですね。そうすね、これはやっぱり4人で1つ出す、4人でやるとしたらを考えた方がおもろいんじゃない、ね、確かに、ね、3ヶ月、1人が3ヶ月もらっても旅行行くとかクソつまらんやん、正直。3ヶ月か、3ヶ月、何もしなかったら俺死にたくなるタイプだからな。あ、忙しい方が好きなタイプや。なんか、うん、そう、適度にだけど、まあ、程よい方がいいよね。そうそうそう、1週間休みでもなんかちょっとうんってなってるもんな。うん、そうですね。俺からいいっすか？いいよ。やだ。なんだ。いいよ。どうぞ。じゃあどうぞ。これは浦島坂田戦合宿みたいなんで、うん、こう何か一つ目標を決めて、それをこに向かってずっとこう朝起きてそれやって、ね、昼飯食って昼から午後までそれやってみたいな、そういうのやってみたいよね。四、人だ。はい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 。じゃあ僕がいいですか。うん。3ヶ月の間に YouTube とかのなんか動画を撮って。うん、1ヶ月毎日投稿っていうことを。ああ、 YouTube の動画を撮るって感じです。そう、全然うるさい。失礼しました。ボワボワ言うと思う。ボワボワ言う。そうだな、夏やからな。夏3ヶ月か。 YouTube か、つまんねえな。4人でぶっ殺す。何、うん。病ってツッコめや、誰か。はい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 。一番でかいカブトムシを取るまで帰れません。お !4 人。それやりたい !3 ヶ月いらねえ絶対。誰が一番でかいのを持ってくるか、3ヶ月で。3ヶ月中 ?3 ヶ月やめる。もう1ヶ月ぐらいしかいねえからな、カブトムシさん。あいつらいねえ、生き残れんから。だから3ヶ月あるから、カブトムシの週があったり、ホタルの週があったりみたいな。なるほど。いろんな夏の。いや、カブトムシ取りに行きたいね、一緒に、うん。ビュートルバトルをリアルにするっていう。おぉ、でも虫触りたくねえわ。あ、虫苦手？そのタイプだ。やじゃん、あいつら。いや、無理。なんか大人になったから無理になった。あらららら。やつらやべえって。気持ちはわかるけどね。足何本あんの？足6本、昆虫だと。もうやばくねえだって。ね、うん、怖すぎて、夜も眠れねえ、ガチで。カブトムシ、クワガタもダメ？
なんかね、あの足に止まったことがあって、それで超ビビっちゃってさ。ちょっと痛いのかな、あいつらってな。夜、しかも。ブーンって来たのね。真っ暗な時に来ちゃったんや。結構、そう、結構な質量があいつらあるじゃん、なんか。確かに、ガンってくるよね、結構。そう、あれに超ビビって、それ以来ちょっと無理になった。うん、なるほど、うん。カブトムシでもじゃああかんかな。カブト、てかまあ虫がもう無理かな、今。なるほどね。うん、遠くから見る。じゃあ、うん、ぜひ昆虫採集企画やろう。なんでだよ、なんでだよ。嫌なやついたぞ今、お前。お前キュウリ、山盛りキュウリを食えとか言われたらやる。正直、食えと言われたらやる、うん、けど好んでは食わん、うんうん、キュウリ食えんだ。食えるよ、でも好んでは食わん、うん、なるほどね。克服大会みたいな面白そうやな。あ、苦手克服大会。いや結構ずるくない、俺虫じゃん、食べ物じゃんっていうの近くない。マーシー何が苦手？マーシー確かに、うん、俺はお化け屋敷が高いところ。あれあのうんちまみれの壺に入るとかそういうの苦手じゃん、もしかしたら。誰でも嫌だろ。いやそれならうんちまみれの壺に入るのがまだいいだろう。克服できねえだろそれ。確かに気になる。克服したところでやんねえしな、それ別に。確かに今日もうんちまみれとかないからな。ツイートマーシーはちなみに何？お化け屋敷か、ああいうなんかバンジージャンプみたいな高いところ。ああ、なるほど。ああちょっと企画でもやりたくないですね、俺マジリアルに。お化け屋敷は、うん、あ、まあ、俺もやだな。4人で行くんやったらお化け屋敷はやりたい。2人は？いや。3人。さ、いや4人で行こう。俺真ん中にして。4人ならお前ふざけんなよ。浦さん先頭で行って。坂田お化け屋敷とか全然怖がらなさそうだね、イメージ的に。ああ、わかる。シャドバやってんちゃう中で。やばそう。ゲームしながら、うん、ゲームしながら、おお、いやだって今勝負始めちゃったのにみんなが入るからやめられないんだよね。うん、あ、びっくりした。とかいつ、なんかデジャブ感がありますが。デジャブ感があるわ。あ、いつものやってねえわ。ん？今日坂田さん何やってね。お、バンジーはどう？グラタン。まあなんか撮影なら頑張れるかも。きつい。俺多分、いや相当。ケツがケツ決まってたら多分やばいわ。いやー、その後ろね、マジやるでしょ、終わった後こっそり吐きに行くんでしょ。ちょっとトイレ行ってくるっつって、ま、幕張じゃん、幕張のやつじゃん。去年の幕張で怖すぎて吐くってちょっと面白いな。でも吐くでしょ。青い顔してたマジ。自分のイメージカラーと同じ色してたからやばそうと。めっちゃ怖かったもん。でもあれ怖かったね、確かにね。うま、怖かった、あれはなかなか怖かった俺も。でもなんかライブ始まってあのウィーンって上がってったのはなんかその、うん、ライブの楽しいが勝った。そうね、アドレナリンが勝った。ああ確かに、うん、なるほどね。そう、全然ゆらゆら動いてて俺。嫌だって言えないからな、あそこまで行ったら。そう、やるしかね。やるしかね。俺だけ乗らないってできないからな。確かに、ムービーステアより全然怖かったもんね。マーシーめっちゃ低くしてたよね、してもらった。あ、そうだった、そういえば。そう、他のみんな7メーターぐらい行ったんだって最初言ってた。最初めっちゃ高かった。うん。うん、マーシー2メートルぐらいだっけ？わかんない。もうちょっと行ってたんじゃない ?4 ぐらい行ってたと思うけど、でも低かった俺。うん。隣見たらだって、なんか絶対に動かないマンだったよね。手すりずっと捕まっとったから。確かに。そう、あれ面白かったな。いや、苦手なものは。苦手なものね。え、でも食べ物以外やったら俺何かな？人間。人間。セナは人間。人間深いよ、俺だけ。俺だけ深いよ、なんか。人間を克服しよう。人間を克服しよう。深いよ。昔、オオカミに育てられたとか、そういう感じなのかな。なんだろうな。雲って言われてる、雲。雲か。うん、いや、あれはね、あれよ、うん、坂田のせいよ、半分以上。まあ、確かにね。あれでしょ、確かに思い出した。実家から俺が携帯かなんか配信してるときに、うん、あの部屋に足高雲が出たんよ。怖それで、うん、でその足高雲を退治するのにちょっと待って食われたしちょっと待ってって言ってやったのあいつがずっと拾い続けるからこうなったんや。雲やーとか言ってたもんねずっと。言ってたいや足高雲怖いよね普通。いや怖えよマジで、普通に怖いわ。かなりでかいよねあいつ。そうなのよ、うん、あいつマジ恐怖よと思ってさ、振り返ってやつがいたら俺固まるもん絶対に、うん。いや無理でしょ。やん多分電話して誰か呼び出す多分。いや本当になんかさ
うん、まあじいさんとかさ、あじいさんとおじいさんじゃなくてね、ばあさんじいさんとか、分かる分かる分かる、じいとかさは、うんうん、究極殺虫剤が効くやんか、なんか、まあまあまあ、まあ、確かに。だけどあいつ効かないイメージがあってさ、やったことないんやけど、あ、うん、いやあいつ かけた後もちょっと怖いよね、バカーってガーってくるやん、やつら。そう、なんか早すぎるやんか、なんか早い早い早い、ほんまに足の1本や2本関係ないぜぐらいのテンションでクリアンか、しかもね、失っても構わないみたいな、これが最後みたいな感じで、もうなんかもう必死で来るからさ、もう今日怖くて怖くて、確かにわかるわ、確かにあれは苦手かな、でも克服はできそうにないから正直あいつ、うん、虫系は無理でしょ、いきなりだって嫌いじゃなく、なんかじゃあ明日家具も克服してもらいますとかみんな言われたら無理だろ、無理だね、まあ、無理だな、あれだね、コミュニケーション取れたらいいんじゃない、こう喋るとか相手が喋れたらねスパイダーマンや、実はそんなつもりないんですみたいな話されたら、あそうやったんやみたいな、ちょっと、でももしかしたらさ、お前を殺すとか思ってるかもしれない、怖すぎでしょ、怖すぎやろ、無理やし、絶対に殺すとか確かにね、怖すぎるな、いいですね苦手克服一つ、なんか面白い企画やってもいいかもね、今後 ね、 なんかね、そうね、うん、じゃあやれたらやります、やれたらね、やります、はい、じゃあ次のやつ俺読んでいいですか、いいよ、嫌です、お、なにプチヒン、ドンドドン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 ってポロリ、あドドンドドンドンドンドドンドドンドンドン、あそれはまさか、でででででででドドンドドン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 っていう人いない、刀刀っていう人もいる、俺だけ叫べるはずなのに君たち違うから、みんなが追従してただけだから、うるたさん、しこさん、坂田さん、せなさん、クルーの皆さん、こんばんは、花部さんと申します、いや、毎週月ラジが聞けるのを楽しみにしております。早速ですが、シャッフル発売&オリコンに本当におめでとうございます。サンキュー、大人かっこいい、サンキュー、大人かっこいい楽曲から、浦島坂田線なし、サンキュー、浦島坂田線なし、ワクワクするような楽曲まで、キュー、前回のヴィーナスをさらに超えてくる大満足の内容でした。サンキュー、そこで質問です。サンキュー、いよいよ今週の八王子公演を皮切りに夏ツアーが始まりますが、ファイナルまでにこれ、うるさい、これだけはやりたい、達成したいと思うことはありますか、過去ライブ中のことでなくても構いません、よろしければ教えてください、今年の夏も4人と一緒に旅できることを幸せに思います、みんなをまとめ進行方向を決める舵、荒波に流されぬようつなぎ止めてくれる怒り、その存在を広く示すその存在を広く示す船の象徴たる旗、嵐にも負けない全てを包み込む懐の深い船、誰一人かけることなく無事に航海できるよう心から祈っております、ヨホホヨホホ出航、書いてねえだろ、書いてあるんだって、書いてある、これ最後のすごい、証拠がない、証拠がない、ポエムみたいになってたもん最後何この歌詞みたいな、いや歌詞じゃない、すごいよねこれ、歌詞だ、みんなをまとめ進行方向決める歌詞、これ多分ウラタンだよね、そうやな、で、アルナメに流されるよう繋ぎ止めてくれるから、これが多分島君かな、順番的に、その存在を広く示す船の象徴たる旗、あーこれが坂田、で、嵐にも負けない全てを包み込む懐の深い船、これが俺か俺が、あ、まあ船だから、まあ俺もね、すごいね、なんかね、こうすごいな、うん、すげえな、なんやこいつ、花ぶさ、花ぶさ、ねえ、花ぶさ、花ぶさ、花ぶささん、花ぶさ牧之介、可能性はあるな、うん、ありがとうございます、ありがとうね、で、これだけはやりたい、達成したいと思うことやって、そうですね、実はあの振りにあの島君のバク転があるんで言っちゃったね、それがバク中に変わるようになってほしいなって願ってますね、あ、バク転がバク中、いや頑張ってほしいですね、頑張りたいですね、うん、それはさすがマーシー、うんうん、俺はやっぱり、うん、マーシーがこう、うん、一人で扇をするときがあるんですよ、あの組体操の、あーあるね、あーあのシーンね、うん、うん、あっこがやっぱ一番のねポイント、あ、見どころですもんね、見どころです、ね、見どころです、うん、俺はやっぱり、まあ、自分のとこなんですけど、うん、あのどれだけ長い爪を切れるかっていうのをいつもライブ中やってるんですけど、やってますね、新記録出したいですね、やっぱりファイナルまでには、そうね、うん、やっぱりね大事よね、うん、爪はね、この前の八王子が 0.9 ミリやったかな、確か小指で、ああ惜しい、そんなに長くもないし、うん、リハーサルでも切ってるんで伸びないですから、なるほど、切るとこないの切るんや、そうそうそう、痛い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 、1週間で、1週間でどれだけ伸びるかっていう、うん、なるほど、そこも兼ねてね、うん、そこもなんです、なるほどね、うん、あと俺は集合写真を1回で決めることを目標に確かに毎回もう1枚ってなってますからね、そうそう、もう1枚はいいよっていう、一発で決めたいですね、一発で決められるように頑張りたい、あと19残り19コインなんで、あのもうオンタイムで終わりです、うん、1回でも、
オンタイムで。ああ、バチーンっつって。めっちゃ、まあ、めっちゃないないの話ですけどね。押しましたからね、うん、この間すっごい。そうですね。初日公演だからこそなのか、押しましたね。うん、ボリューミーな感じになっちゃいましたね、かなり。うん。そうですね、オンタイム、バッチリ、10分ぐらいで終了時間、ね、ぴったりの終わりです、ね。帰る人の都合もあるからね、あのお客さんのね。うん、頑張ります。ありがとうございます。はい、4つ目、ウルタお願いします。ウルタさん、シマさん、海外へ逃亡中の坂田さん、セナさん、ラジオの皆さん、こんばんは、クータと言います。クータさん、はい、こんにちは。いないでエンディング並びにシングル発売決定おめでとうございます。今から予約してきます。イエーイ、ありがとう。また先日から待ちに待った夏ツアーが始まりましたね。以前夏が来たら浦島坂田戦に会えると思ってるとおっしゃっていましたが、おかげさまで今年も素敵な夏が迎えられました、うん、ここで話は変わりますが、浦島坂田戦の皆さんにお願いがあります。はい、私は時々客飲みに誘われて先輩のお家に行くのですが、その先輩は呼び鈴のピンポンで一発芸をしないと鍵を開けてくれません。ふざけてやばいこいつ。だんだんとネタが尽きてそろそろ家に入れなくなってしまうので、全私から面白いと大好評の皆さんにネタを伝授していただきたいです。よろしくお願いいたします。ここまで読んでいただきありがとうございました。今後も夏ツアーをはじめイベントにお仕事にお忙しいと思いますが、ぜひご自愛ください。次の公演も楽しみにしています。みんなをまとめる進行方向を決める。絶対言うと思った。絶対言うと思った今。俺も今上に目いったもん。上に目いって読むかなと思ったら、やっぱ読んだーと思った今。よほほよほほ出航。花房さんや、それは。あ、違う。花房さんのやつや、それは。ちゃうね、一個前のやつやね、それは。ありがとうございます。クータさんや、これは。はい。絶対かもたわ、今。ネタを考えろってことですよ。俺がじゃあ、伝授してる、一個。さすがだ。お。やっぱこれはね、一つね、いつもやってるんやけど、白身を向きながら、うん。あ、お疲れーっていうのどうすか。あ、やってほしい。いいじゃん。いいね、やってほしい。動画撮ってくれ、それ、ほんで。確かに。見たい、白身を向きながら、お疲れーっていう。やってほしい、うん、いいね。これまず一つできた。だから宅飲み誘われても一回は、うん、いけるね、これでね。確かに。じゃあ私、はい、白目を向きながら、鼻に手を突っ込んで、うん、鼻毛をたくさん抜き、うん、王様だーれだっておお引くやつ自分しかおらんの、それ。体張ってんな。どうすか。ね、でも自分でいっぱい引いてるから自分だ、ね、自分全部自分になる。じゃあ、じゃあいいね。でもそれ箸をさ、なんか最初用意する。あ、それを鼻毛と。そうか、そのなるほど。そう、それいいね。で、根元から抜けてたらさ、そのなんか根元のあれがあるじゃん、なんかちょっと白いっていうかさ、まあ毛穴みたいな、毛根みたいなね。そう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 、あれが取れるから、それが王様。きったね。結構ランダムな感じになっちゃうんや。きったねじゃないぞ、ね、おめえ羽織って、羽織ってんだ、ぶっ殺すぞ。何何ハウてるな、はい、でと、うん、ぶっ飛ばす。いや、もうこれで大丈夫。もう大丈夫やろ、これ、ほら。じゃあ、マシ、マシやって。セレビ。んマシ、チェック、チェック、チェック。チェックチェックして。ハウリチェック。ハウリ、うん。オッケー、いくよ。うん、やっと、んなんか今、違うとこから解いて聞こえたんけど。一瞬ね、一瞬でだ。これ大丈夫やったよね。今の俺大丈夫やったよ。線路大丈夫やったの、今の。もう一回やって。うん。うえぇー、あれやば、俺のところからなってしまう。浦田さん今ハワってましたね、今。みんなの音をでかくしてるせいだな。ちょっと上げるわ。どうぞやってみ。シャイニングファイヤーチョラリンチ。はい、大丈夫。大丈夫でした。あれでしょ、マーシーが提案する一発芸はベジータの下りを。そうそう、あの一連の流れをしてもらうっていう。コクコクコクってみたいな。きたきたな。タン入ってた今。コクコクコク。YouTube のコメント、ん、 YouTube のコメントにね、うん、浦田さんが一番ハウってるよって言われるんだけどさ、違うんだよ。おめえが分かってるかな。仕様が違うんだよ。線路からハウってるから俺がってわけじゃないんだよ。はい、直ったと思います。浦谷が羽織ってることもあるよね。はぁ、さあ、一発芸一つずつ伝授したわけなんですけれども、これを使ってね、3回は宅飲みに行けることが、はい、ますね。ね、行きましたね。ますね、はい。マジなんて言ったっけ、うん、ベジータ、まあ、あのピンポン押してさ、普通こう出てくるわけやんか、うん、ちょっと今から一発芸あれなんちゃう、うん、オートロックのモニターなんじゃない。あそこか、うざ。多分そうやと思うね。だからもうその、うん、ピンポン押して、その向こうの主がピッて押す前からもやっとくね、うん、シュイン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 って。
あのほら普通待つやん、ちょっと普通待って、確かに、で向こうが応答してきて、ああもうしゃあないなってなるけど、もうあのピンポンと押した後にもうずっとシュッ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 ってやっとくね。ほんなら出落ちみたいな感じ、ね、そうそう、あオッケーオッケー、合格合格ってなる。あとはそもそも行かなきゃ、行かなきゃいいんじゃ。いやそれはもう本末本末転倒のとこや。あれちゃん、あとはあのカメラの部分に思い切り顔近づけといて、前真っ暗やなと思って徐々に離れていくとか、そういうのがあナチュラルで。あいいね、アップして、うん。そう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 。うん。オッケーですね。はい。はい。では、イラストコーナー、イエーイ、お、ベジタさんや。ベジタヌキさん。ベジタヌキ。では、1枚目お願いします。では、1枚目、じゃあ読ませていただいてもよろしいかな？お願いします。はい、浦田さん、島さん、坂田さん、瀬野さん、そして海外逃亡した坂田さん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。イモハンダーと申します。イモハンダ、今回は7月5日でフォーザシーの発売2周年ということで、遅ればせながらイラストを描かせていただきました。またコアなところ行きましたね。ジャケットを見ながら、ね、どこまでも旅をする海賊の皆さんの航海はどのようなものだろうと考えながらこのイラストを描かせていただきました。夏ツアーやアニメタイアップも決定し、さらに先へと進んでいく皆さんの活動がとても楽しみです。最近はどんどん暑くなってきていますが、お体にお気をつけてお過ごしください。これからも応援しています。うん、大海原に行きますね。かっこいい。これこの衣装ね、確かにね、やりましたね、懐かしき、やりましたね、懐かしきだな、確かに懐かしきよね、うん、これターバン回しに、ね、ターバン回し、うん、パイレーツーラタさん、うん、でガンマンセンラに、ガンマンセンラ、うん、今にも落ちそうな坂田さんでね。そうだね、とんでもねえとこ立ってんな、うん、みんなとん、まあ、マシも割と絶対マシ、めっちゃ落ちそうなんだけど、絶対にいかないだろうね、本当だったら、うん、いかんよ、うんうわ、これすごい。なんだ、なんかこれ海底にでっかい魚おるやん、うん、ほんとだ、奥に見える白より大きいぞこれ、怖っ、ね、遠近法でしょそれは、さすがに怖いぞ。それか俺らの船、あの飛空艇的な意味の船が映ってんのかな。違うでしょそれは。それは違うだろう。ありそうじゃん、ありそうじゃん、ありそう、 あるね、確かに、あの太陽の位置からこの影やったらやばい、しぶき吹いてるね、これ完全に、確かに、うん、シュンってなってる。で、フラタンはあれよね、これ完全にもう目の前にこう、た、なんか目的地ありそうやけども、ちゃんと地図を最後まで確認をし、うん、ちゃんと行くタイプ、うん、ただこの地図ちょっと上かけてるからな、山田抜きが多分これ食ったやつだぞ。くっそが許さへん、ほんまに、これ大事なとこ壊れたんちゃうんかって思うじゃん、うん、って思うじゃん、実はなんかあった時にって思うじゃんって言うと、なんか全てがひっくり返る気するな。おお、確かに。いやでもこの衣装もう一回着たいよね。いや着たいな。って思うじゃん。お、あ、って思うじゃん。この人思ってないのかな？って思うじゃん。うざ。うざ。お、なんだこの笑いが。うざ。これうざたぬきさんモードです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この時確か浦田は二刀流やったっけ？そうだよ。よく覚えてるじゃん。で坂田が一刀流。そう。うん、マーシーはナイフだったかな、ダガーみたいな、探検みたいな、そう、小型のね、探検、うん、これが、うん、竹槍、竹槍、急に2本急に2本急に2本来た、それだけ、昔の日本は竹槍で土器を落とす訓練をしていたからね、うん、うん、わかった、うん、うん、じゃあ次行こう。素敵なイラストありがとうございます。ありがとう、ファンタ、ファンタジー、ファンタジー、はい、では続いてのイラストをマーシー紹介お願い申す。はい、マーさん、浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、そして黒沼さん、こんばんは、はじめまして、サプリと申します。引きフェスアルバム発売夏ツアーいないレンディング、お疲れ様です。どうもおめでとうございます。突然ですが本題に入らせていただきます。だいぶ時間が経ってしまったのですが、はい、引きフェスでスーパーのこになれたを、うん、つけていたのがとても印象深かったので書かせていただきました。幼いなりに頑張ったので よければ見ていただきたいです。最後になりますが、毎年本当にお疲れ様です。これからのご活躍大公開も期待しております。これからもどうか体調に気をつけてお過ごしください。みんなをまとめ、進行方向を決める舵、荒波に流されるのをつなぎ止めてくれる怒り、この存在を、ええー、ね、回転書いてなかった、うん、あ、ただ楽しく読むなんで、ええじゃないね、ちゃんとさらっと読め。あ、書いてなかったみたいだな。書いてなかったわ。残念でした。みんなをまとめ進行方向を決めるヘビね。うん、ヘビ。ヘビ。ヘビ。漢字読めない族。似てるけど。確かに。ありがとう。
サンキューマン。確かにこれつけましたね。つけましたね。段取りと違ったよな、動きが。そうだったっけ？そうだっけ？いきなり出てきて、無理やりつけるはずだったんだ。確かに確かに。みんな出てこいって言われて、なぜだ！なぜ俺たちは出ていかなければいけない？確かに確かに。違いましたね。そういえば。そして装着をするという。リハーサルと違う動きをさせられるっていう。そう、あれは事故だったな。あれは事故だった。事故を事故に見せない。それが私たち演者である。俺たちがかぶらされてしまったからな。いや、これでも可愛かったよね。可愛かったね。ね、いいよね、この。じゃあ、これもあれしようぜ。スーパータヌキになれたってやつ出そうぜ。おお、なんか聞いたことある。山田抜きの。聞いたことある。うん、みたいな。そうそう。山田抜きになりたかったっていう曲作るわ。お、うん、山田抜きなりたいな、やっぱ山田抜きなりたい。ギリギリ入りそう。山田抜きって言ったらなんかこう長いから。うん、タヌキ。山にしたらいいんじゃない？ああ、山になりたい。山になりたい。たいなすげえ最終的に富士山になりたいっていう、ね。すごい願望。目指せチャモランマとかそういう歌詞にして。面白そう。ね。で。いや、いいですね。これ可愛らしいイラストで。可愛らしいですね。いいね。ね、これだって、うん、もう山田抜きうんちマンがこれもシスターみたいになってるもんね、完全に。まあ、ちっちゃいサイズやな。山田抜きかわいい、やはり。はぁ、あ、え時代はマールちゃんだろ。お伝説。あいつ、一回も出てこねえだ、マジで。いろいろあるから、あいつにも。いろいろあるから。あいつにもいろいろあんだよ。いろいろあるから、あいつにも。あれ、ほんと面白かったんだよな。あれはいつか、いつか、ね。いつかね。いつか話したらいいね。いつか話せたらいい事件。マジで面白かったんだよ。あれやばいからな。あれマジでよかった。俺めっちゃ笑ったもん、あれ。一人だけなんか完成度が。昆虫みたいなことないか。いつか、写真はあるからいつか。あ、そうだね。そうだね。そうね。完成、何かが完成したら暁に出してもらうんじゃない。はい。いや、素敵なイラスト、どうも。お楽しみ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ザウス。じゃあ、3つ目の。イラストを、じゃあ、浦田さん、お願いします。はい。浦田さん、島さん、海外へ逃亡中の坂田さん、千田さん、クルーの皆さん、こんばんは。理由があると思います。絶対言うんだね。まずはじめに、浦島坂田戦、夏ツアー八王子公演、お疲れ様でした。体調崩さぬよう、頑張ってください。絵の方ですが、先日公式の方で発表された、ハッピーハロウィン、浦島坂田戦、ようこそ、令和元年、やっぱ令和元年、ヒョイコーのメインビジュアルを参考に書かせていただきました。イメージ的には壁に飾ってた絵画に書かれた浦島坂田線が絵画から出てきた人を絵画の中に引きかかむ絵が多い、ね、引きずり込む的な感じです伝われ今回ビジュアル全体的にかっこいいですね伸ばし棒…でもよく考えたら神父って幽霊成仏させる側なのではかっこ多分触れちゃいけないこいつ自分の心の声となんかあれだな漏れてんな戦いながら書いてんの個人的にはみんなかっこよくて好きなんですが山田抜きちゃんがめちゃめちゃ可愛くて好きですイエーイここまで読んでくださりありがとうございましたもう今年の夏の公開も始まりワクワクが止まりませんね最近結構暑いしこれからもっと暑くなると思うので浦島坂田線の皆さんもクルーの皆さんも体調管理にはくれぐれもお気をつけくださいはいはいそういえばあれですね今日の23時59分までがハロウィンの応募締め切りになりますねあと1時間何 ?1 時間ちょいだみんなはい、今年のハロウィンも楽しくなるに決まってるよなやべよ決まってるよなやべとあんなことしちゃうからな、おっと、これは言えねえからな。それじゃダメだうん。あいや、これ絵画から出てきて、人々さらう、うん、怖いな、これは。怖いな。確かに怖いな。海外とかさらうってどんだけってマジやってるもんな、完全にこれ。本当だ。指に。やってんな。どんだけポーズだ申し込んでるか。申し込んでる人いるらしい。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。遊びに来てくれ。遊びに来てくれ。俺も欲しい。欲しいぜ。いや、俺も欲しいぜ。ぜ。最近なんかの CM でさ、うん、俺も欲しいぜみたいなセリフがあの CM でなんか出てたのよ。確か。なんかの CM で。なんだろう。俺それ見た瞬間にパクんなよって俺叫んでたもんね。お前な。テレビに話しかける人怖っ。パクってんじゃねえよ。みかげちゃん。みかげちゃんの気になるな、その CM。確かに。あの、下野さん発祥だからな。そう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 。ね、伝説を生み出して連綿と受け継いでいる。伝説を生んだな。
俺も欲しいぜって坂田も言ってたもんね。クロスレーダーかなんかで。自分で言ってたな。いやー、言いたいね、あれ。いやー、毎回続けて言いたいな。あれ、なんか2テイクぐらいね、確かマーシーと俺が聞きに行ってさ、うん、俺も欲しいぜっていう、そう、かっこいいバージョンと、俺も欲しいぜって言ってるバージョンがあって、そう、そっちバージョン使ったんだよね、だから。なるほどね。いやー、それはもうナイスチョイスよね、完全に。いやー、俺がまだ今回、豊永さんも言っていただいてましたからね。うん、そうね。とんでもないことさせてる。とんでもないですよ、俺も欲しいぜあれ、面白いね、でも、イントネーション完全に。あの人の演技めっちゃ面白いんやけど途中鶏みたいな犬みたいになるもんなって言ってたもんな難しいよねすごいってなったかな面白かったなちなみに神父は成仏させる側なんじゃなくてこの神父はもうあれだからね死後だからね死んでるそうだよもう悪いやつよ、向いたら。打天使みたいなもんやね。ああ。そういうことだ。そんなん言ったら、俺なんて、貴族って、なんやねんただの貴族。確かに。一般人混ざんなよ、みたいな。たまたま死んでいるみたいな感じだもん、これ。うん、そう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 。なんかの恨みがあって、成仏しきれんだろうな。うん。うん。ってな感じでね。はい。ハロウィン楽しみやな。楽しみだな、ハロウィン。すべてが楽しみだ。Shall we dance a party night? アンベシャン、ゲスティン、ディーン、おお。一、三、ジャン、ディーン、ポンチ、ポンチ、ポンチ。三、パン、ソラ、ピン、ラ、セイン。あ、あれや。細かすぎて伝わらないモノマネで、なんか、トンヘーってやつやろ。韓国映画のやつやらはる人や。帽子かぶって、トンヘーって歌ってやろ。そうそう、意味わからん。落ちどこなんやろみたいなやつ。韓国さあ、ということで、はいはいはい、ラストお願いします。ラストのイラスト、じゃあ、マシお願いします。了解だ。こっちとんな。浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、そして、黒沼さん、こんにちは。春のサメと申します。ゲームチェンジャー、最高でした。イエーイ、ありがとう。私が思っている以上に、オラオラしていて、びっくりしました。いつもワイワイしている皆さんは、一体どこ？そして私の家にもシャッフル無事届きました。夏つ完売です。オルコンウィークリーにおめでとうございます。オラオラ、私はついに夏はもうついに始まりましたね。私事なのですが、オラ今月の10日が誕生日で素敵なプレゼントをもらった気持ちです。ありがとうございます。オス、ここまで読んでいただきありがとうございました。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。長文乱文失礼しました。お体に気をつけてこれからの活動頑張ってください。応援してます。ますマスオさん、ありがとうございます。ありがとうマスオ、ありがとうマスオさん。確かにゲーチェンは確かに今までと一風変わった感じでしたね。うん、そうだね、ま、めちゃめちゃロックですよ。いや、めっちゃロックですね、これ。書き下ろしとしては初めてだよね、ロックは。もうそうですね、確かに。そのガッ、なんだろう、もうガツガツ攻撃的なやつっていうと、めちゃめちゃ良いですよ。 BPM 激速激速やもんな。トン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 みたいなぐらいだもんね。え、でもね、新しい雰囲気でいいですよね。うん、そう、まだいろいろさ、挑戦したことない、4人でさ、挑戦したことない楽曲多いから、いろいろやってみたいよね。確かに。オペラとかね。うん、え？オペラ。やって。オペラ、やったことない。やって。何もない世界で僕らみたいな、そういう。はいはいはい。あれを叫ばそう。そこでソプラノとアルトとテノールに、はいはい、分かれて。パートを分け、4人いるからね、やって。うん、いいっすね。確かに。時の旅人を歌う、ライブで。こんな感じのライブなんだ、それ。合唱コンクールみたいな。式の人もいるの、じゃあ。あ、そうか。式が一人寄って、他3人。うん。まあ、あと分かれて。サムでいいじゃん、サムで。ああ、サムが式。あいつ、配信だと猫かぶるからな。はい。はい。いや、そんなことないです。悪意かける3。悪意かける3。ねえ、そんなことないんですよ。一人海外逃亡中。プライベートはどんな感じ？プライベートはあいつふざけまくってるけど、うん、人前だと、うん、猫かぶる、マジで。ああ、猫かぶりいいよ、現地、うん。うん。だってあいつ衣装破いたからね。ああ、破いてた。面白かったね。あれ、あんま面白かった、あれ、やば。あいつやばいよ。必勝って言ったもんね。なんか、お前、イヤモニつけてねえじゃんって言ったら、なんだっけ、キャーとか言うから、確かに。
って言いながら走ってって走ってったそのビリビリビリって大きな声で消火器かなんかに引っかかってビリ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 で帰ってきたら面白いなタンクトップになってたから、うん、そうクリップで止めてあるわ笑うクリップでなんかスタンランスみたいになっちゃうね帰ってきたら袖なくてスタンハンセンみたいになってるって思ったはいというわけで全て紹介させていただきましてゼウス。はい今週は坂田さんが海外に逃亡していたため3人で配信させていただきました、うん、はい来週は全員いる説名古屋公演後ですねでもね5です次の日だね、うん、4人いるのではいると思うけどねまあ何か急遽ねその響きとかがなければね、うん、うん、多分やれます。はい、はい、なので皆さんぜひぜひ楽しみにしててくれよな。お楽しみに。楽しみにしててくれよな。誰だ？うなじゅうこうぜ。怖いなこれ。あ、うなじゅうさん。一人だけ小学生なのに、うん、あの質量が多すぎてなんか怖い。そう。あの年でもうすでに10円ハゲができてしまっているほどのストレス耐性のなさ。確かに10円ハゲな。じゃあ終わりますか。終わりましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。またの機会をよろしくお願いします。さよなら。あっちもちいさんちいさんでー、うん。それではセンラさん最後に皆さんとのあのいつものじゃんけんコーナーで終わりにしましょう。わかりました。お願いします。センラとじゃんけんタイム。あ、来た。聞いたことない。最初はピカッじゃんけんチョキー。バイバーイ。